役立つものばかり。僕は己の腕の一部と思え、体の芯を使って振るうのだ。そうだ、良いぞ。次は月だ。相手の体勢を崩せ。おお、酒井、よくやったな。お前の働きで城を奪えるだけの兵が集まった。後ほどユナにお会いください。褒美の支度は済ませてある。本土からの遠兵が直島に着く。だがその前に早馬が届いてな。石膏がハーンの下地を手に入れた。竜像に当てたものだ。菅笠衆が我が陣に攻め入るようだ。竜像は今どこに？この近く、高野山。お前が行かずとも良いのだぞ。かつての友です。私が斬らねば。では任せよ。こちらは戦支度を済ませておく。ユナも来るやもしれぬな。無理だからね。何を置いてきゃいい？いろんなもんだよ。家事の道具は本土で買おう。行くのか？志村様のおかげさ。明日の夜明けには船を出せる。今一度力を借りたい。竜像が高野山砦に潜んでおる。無理だ。悪く思わないで。こればっかりは頼みを聞けない。腹を空かせたまま必死に金を集めてきたのは本土で生き直すためなんだ。
砲には触れない。急に立たずとも、竜像を撃ってから出立すればよかろう。これはあんたの戦だろう。巻き込むな。私はタカと新しい地で生きていかなくちゃ。ならば止めまい。面倒をかけたな。礼を言う。安らげるよう願う。あんたも。酒井様。ユナの言うことを聞き励むのだぞ。はい、ではお達者で。夜影に紛れて一人で撃つさ。高野山砦で裏切り者の住処。砦を探るか。さばっておる。酒井様、お待ちを。しっ、見つかるぞ。お一人では無謀です。姉さんが行かないならせめて俺が。これは戦なのだぞ。共に立ち上がり島を守ろうと誓ったではありませんか。でしょう、クロード様。もうことは戦わせぬぞ。もし何かあれば。ならば敵の目を引きます。幾人か連れれば戦いやすいでしょう。わかった。ただし追われたら直ちに本陣に逃げ込め。決してしくじりません。ではそろそろ行くぞ。こっちだ。ついてこい、汚い野良犬ども。志村様に所在を告げてやる。お侍が押し寄せてくるぞ。みんな一網打尽にされてしまえ。だが、よくやった。無事に陣まで戻れ。そちらの精鋭を出せ。竜像はおらぬ。おそらく門の向こうか。ネキチャの範囲の方が。Yeah!
る。待ってたんだぜ。なぜ来たか分かるな。ああ、居所はあえて漏らしたからな。ハーンと会ってくれ。聞く耳は持たん。よくも裏切ったな。島を守りたくないのか。切り合う意味なんてないんだぞ。いや龍蔵、意味はある。酒井様、酒井様、目を開けてください。タカ、なぜだ。あまりに遅いので何かあったかと思い助けに来たんですが、見つかってまずい、逃げなければ。ここで死ぬんでしょうか。諦めてはならん、縄をほどけ。少しでも緩まれば。馬の父の酒だ、我が愛馬の名。昨日足を折ったゆえ兵に食わせてやった。情けより実を取る。我らは似ていると思わんか。俺は武士だ。いや、一介の武士ではなかろう。クロウドだ。下るよう民を説き伏せろ。さすれば兵を引く。己に従う気はない。その言葉、志村からも来た。戦が終わるというのに。農家の傀儡にはならぬ。誉れ高き一族の中で日陰の身となる辛さ、よくわかる。英雄となるべき我らがその機会すら得られぬ。クロードは英雄だ。聞いたか。民は己に従う。なぜ救ってやらんのだ。どう仕打ちをさせる気か。龍蔵のように。だが無駄だ。さすがはクロード。こやつの身は案じておらぬか。殺せ、逃がしてやる。選ばせてやる。今度は過つなよ。
たちはどこだ。殺してやる。撃ってこい。やれ。許さんぞ。裏切り者ども。死を持って償え。ユナ、さっきハーンとリュウゾウを見かけた。タカはどこ？いるんだろ。あんたを追うってフミがあったんだ。どこなの？なんで？嘘だ！タカ！ユナ、待て！タカ！なんで行っちまったのさ。憧れてたからだ。どうしてついていかせた。戻るよう言ったが、どうしてもと聞かず。この子らしい。置いてけない。
の絶望美をもらう逆だい。私は終わりだ。あとは龍蔵。殺してやる。ハーモン。今は次に備えよう。鷹を埋めなくちゃ。手伝おう。鷹を巻き込む気はなかった。すまぬ。いい暮らしをさせてやるって誓ったのに。悪いのは私、あんたじゃない。違う。ハーンや龍蔵、島を奪った猛虎のせいだ。生かしてはおけぬ。鷹の仇を討つぞ。島を出る理由はもうない。行くあてもやることも。だから残る。戦うよ。まずは本陣に戻りしばし休め。後で会おう。鷹の最後どうだった？もののふであったぞ。武士がおるぞ。本土が襲われることはない。何やつだ。酒井と申す。本土の武士とお見受けする。いかにも小笠田宗と申す。本土の御家人です。よくぞ対馬まで。火急の時ゆえに
下文が届くとすぐに我らは出立を命じられました。志村殿から話は聞きましたぞ。この戦に加わり藩を討ち蒙古に奪われた城を取り返せばよいのですな。さようです。恐れながら人に会わねばなりませぬ。南の門でお待ちしましょう。その後志村殿のところへ。野党ばかり、その父の誇りは何だ。釘を打ち込め、しっかり打ち込め。よく働いておるな。誰も怠けてないか、あっしがしっかり見張ってるんですよ。道中で壊れでもしたらお城の門を壊せなくて大変じゃないですか。アザモウラの時にも使えたらよかった。あっしの荷車がお気に召さなかったなんて。酒の匂いで酔いかけた。タカのことをユナから聞きました。あっしなんかよりずっと度胸がある。タカが聞いたらきっと照れるぞ。ならあっしも精を出さなきゃね。本土に渡る航路を見つけた仲立ちがいるらしい。そんなうまい話があるもんか。でも試す価値はあるだろ。そんなこと言って蒙古に捕まっても知らんぞ。菅笠氏梅、俺たちを裏切りやがって。なんで寝返ったんだろうな。根っからの浪人だから褒美罪もらえれば裏でも知られて。フロード様が技の裏に入ったらしいな。逆売りの姿に変化したって聞いたよ。そうじゃないだろう。坂売りがクロード様を荷車に隠して。酒井様、ノリオ、新参の稽古中か。稽古ではなく心の整え方を教えていました。武士も槍川の戦士も戦の前に心を静めた方がいいかと思いまして。そうすれば世の無常も死への恐れも受け入れられるはずです。なるほどな。加わってもよいか。ええ、喜んで。助かったぞ。御仏のご加護がありますように。早く船で海に出たいな。波しぶきを感じたり潮風が恋しい。島中を猛虎に奪われたのに。あれは見事だったな。おじとおいが手まりあって戦ってよ。大勢の猛虎が城を守ってた。そう、それなのに。酒井、戻ったか。先生、本土の武士に会われたのですね。うん、いずれも武勇に優れた精鋭だが、弓の技を磨いても損はなかろう。百姓たちは？申し分ない。腕はないが肝が据わっておる。先生がお褒めになるとは。槍川はかつて島の支えであったからな。蒙古どもを船に追いやることができるぞ。一月稽古ができればな。半時はあります。ならばわしの邪魔をするのはよせ。ジン、戻っておったのだな。百姓たちを苦しめてはおりませんか。さすが槍川、この者らは見た目よりもずっと頑丈だ。頑固でもあるがな。あなたには及ぶまい。当然だろう。少し前なら私の言葉に耳を貸すこともなかったろうに。こうして力を貸すようになったのはお主の働きのおかげだ。答えねばなりませんね。私も励まねば。いよいよだな。援軍もおる。備えは万端と言えよう。少しは休めたか。眠れやしない。タカにはすまないことをした。クロードのこと、あの子も槍川も信じてる。
立ち上がってくれたのはあんただけだったから。クロードのためならみんな死んでもいいって。俺も対馬の民のため死ぬ覚悟だ。分かっておろう。覚悟だけならいいけどね。しばし外すぞ。小賀殿に会わねば。戦場で待ってるよ。坂井殿。小賀殿、叔父上の所在は？丘の上でお待ちだ。道中小賀家の者でお守りして進ぜよ。痛み入ります。ハーンを待たせる気はありません。さようか。お働き伺いましたぞ。志村殿を救いし、さらに無礼な槍川までまとめ上げたとか。戦は不慣れですが、信用に足る者たちです。その言葉を信じましょう。時に民から二つ名で呼ばれているそうですが、クロード。武士が全て撃たれ、信じる者を欲したのでしょう。だが我らが来た今こそ、そうしたまやかしは捨て去り、本来の掟に従うべき時が来たのでは。今は対馬とこの島に住まう民を救う時。ハーンを撃つまではお待ちください。いかにも心得た。いや、志村殿、小彦殿がお着きです。リン、上におる。良い働きであったな。これだけの兵が集えば城を取り戻せる。ですが竜蔵は逃がし、ハーンには捕らえられて寝返るよう迫られました。ハーンと話したのか？捕まった折に。知っておれば兵を率いて助けに向かった者を。ユナに救われました。しかれどもその弟が犠牲に。そやつの痛みも、そなたが耐えた苦しみも、ハーンに償わせてくれよ。ジン、そなたに志村家を譲る上申が認められた。対馬を守った暁には、そなたはわしの跡継ぎとなる。クロードではなく武士として。ありがたく存じます、叔父上。今日は叔父と甥として戦に赴くが、明日は共に勝利を祝おう、父と子として。侍は何よりも誉れを重んじる。それゆえ奴らは愚直で、計りやすく組みしやすい。だがクロードは底知れぬ、故に手ごわく恐ろしい。理は我らにある。対馬の命運をこの戦で決しよう。ハーンを討ち取りましょう、共に。そして鎌倉に吉報を届けるぞ。対馬の勇士たちよ、これよりコトゥンハーンを討ち取り、我が城を取り戻し、蒙古どもを対馬から打ち払う。志村殿に続け。進め。皆殺しだ。おじけづくな。
周辺丘の上へ進め。道を開け。先駆けを務めろ。奇策があるやもしれん。クロードにまた会ったら成敗してくれろ。道を開けと。かような手を使えと命じたか。誉れある武士であることを忘れるな。これでは鬼だ。あやつらは猛虎です。我らの武具は恐怖ではないぞ。どうしよう。取り逃げ。あの役がこのままでは進めない。お前が策を練れ、あの兵器を壊すのは武士らしく。
わしはここにとどまり矢面に立つ。離れるな。もうのとどまれ。行け坂井、槍を奪え。恐怖を味方にしたから敵を倒せた。志村様は間違ってる。考え方を改めねば死者は増える一方だ。この戦ができたのもあんたが動いたからだ。志村様じゃないよ。始まったばかりだがな。今までは時期に評論がなくなる。うわっ、ああ、you
足を奪い、次にその先の死角へ進む。者ども、門をこじ開けろ。来い、酒井、上から矢を振らせるぞ。ユナ、助太刀を頼む。任せときな。ジン、橋を見ろ、敵が引いておる。ハーンが敗走を許すなど、何か妙です。行かせた。あれじゃ犬死にだ。戦場で死ぬは困れよ。精鋭を集めろ。橋を修繕して夜明けに仕掛ける。いえ、兵が足りません。だから言ったので。黙れ。他の手立てがあります。二人で話すぞ。ついてまいれ。猛虎は守りに入った。一息に攻めれば明日にも戦は終わろう。大勢が死にました。それが戦だ。守らねばならぬ命です。私があの橋を渡り毒で殺します。愚かな策だ。民を救うための策なのです。民を恐れさせるだけだ。その道を歩み続ければお前も獣になるぞ。誉れある戦いを忘れるな。誉れは浜で死にました。ハーンの首を取るために。怒りに任せおって。民を守るため全てを捨てたのです。果たして叔父上は何をなされた。陣、もう結構です。志村様の下地で橋が修繕されてる。叔父上は策を貫くおつもりだ。犠牲が増えると承知の上で。みんなあんたを頼って集まったんだ。分かってる。半時で鳥兜を集められるか。まあわずかなら。人を頼り集められるだけ集めろ。猛虎を毒で殺すつもり。一人で城に忍び込み飲み物に毒を仕込む。ハーンの最後をこの目で見届けてやる。志村様に知られるよ。構わん。タカから預かってるものがあるんだ。
ずっと渡せなかったんだけど、でも用心のために。無用だ。もらってやってくれ。急いで鳥かぶとを集めた。足りそう。これで何とかしよう。そう探れる。毒を仕込む案も浮かぶはずだ。早く物見を殺さねば。櫓から敵陣を探りたい。Hafsan hun niken herz all. Buk dere mo samurag ne dutskai. Ter ten beno. Ten trak dach gulbinda. Yogcha hodj, gikte po gomchta. Ach had uchivo. Buk dir bolokno. Samurag zorikta. Gets potsun shi. Sai hart zwagara. Ter mun baistar. Beri!
手早く物見を殺さねば、櫓から敵陣を探りたい。守りが薄く潜める場所も多い。杉笠衆だ。竜蔵、やはりここにおったか。宴を開くようだ。もうこの酒に毒を漏れそうだ。死にきれぬ兵も出るだろうが、後で一人ずつ殺せばよい。守りは堅牢で火薬もある。迎え撃つ備えは万端ということか。気づかれずに酒のところへ行かねば、庭を抜けた方がよいな。アルボえ
酒はあそこにある。あとは毒を入れるのみ。댄 네게 뭐 했어? 야 선배 육즙 셔야지 샐드 비츠 待つ とするか いねっ バスタ 도가ジン。ハーンはどこだ。北へ行った。クロードの首を取れと言い置いてな。ならば取りに来るがいい。いや、お前が助かったのは俺がハーンに頼んだからなんだよ。奴はタカを殺した。俺の仲間も死んだ。もう味方はいない。お前しか。なあ、二人で猛虎を撃ってやろうぜ。今さら知れたことを言うな。俺がハーンに着いたのは探るためだったと広めろ。お前が言えばみんな黙れ。前ほどの友はいなかった。下れ、そして報いを受けよ。それしか道はない。それは無理だ。ならなかった。おじごの手で殺されたくない。危険。ドクターはな、おじごの教えに背いたか。こうするほかないのだ。なぜ寝返った。Yeah.
純。頼む。さらばだ、龍蔵。城は取り返しました。藩は神谷方へ。すぐに立てば。足に背いたな。民を守るために下まで。これが誉れある戦いと言えるか。おかげで勝てたろ。民を恐れさせ世を乱してか。これは戦です。それでは蒙古と同じではないか。誉れはどこにある。誉れでは民を守れぬのです。鎌倉に咎められることになる。だがまことお前の咎か。すべてはあの下人めの企てであろう。叔父上、九郎殿の名を捨て、この所業の咎はあの女に負わせよ。皆に伝えよ。お前の名は志村仁、将軍様の御家人である。わしの息子だと。お断りいたす。俺は玄人だ。では裁きを受けてもらう。藩を追え。仁、鷹のためだ。行け。何用で参った。志村様から酒を届けるよう頼まれましてね。皆さんへのご褒美だとか。捕虜の番をしておるのか。ここから出られるわけないでしょう。ぐずぐずしてたらお仲間に飲み干されたりして。そういえば島に着いてから水しか飲んでなかった。ならば酒がしみるでしょうね。ケンジ、何をしておる。見ればわかるでしょう。逃げましょう。
逃げれば民を束ねることはできなくなる。叔父上も失望される。ここに残れば本土へ送られ裁きにかけられます。その下旨が届いたんですよ。柱にはあなたしかいないんです。ユナにもあなたしか。無事か。あなたの太刀を持って雪の中ハーンを追っ取ります。クロードを待ってるんですよ。お許しを、おじゅう。雅子殿、ノリオ、石川先生と大見村へ行け。俺とユナで道を開いておこう。ユナは金で、あなたを待つと言ってました。ご神木のそば。馬もお戻りを待ってますよ。門の近くに抜け穴があるそうです。そこから出られます。物見の気をそらしましょう。でもあなたが逃げたら足も逃げます。よく来てくれたな。おいしく飲んでいらっしゃいます。寝起きたせいか焼けたムクロの匂いがしなくなったな。クロード様とやらの今宵主閣の庭でお話をなさると聞いたぞ。猛虎は言った。そう願おう。殺し方がもう人じゃないみたい。クロード様では。頼む、声を上げるな。この先の柵に抜け穴があります。通り抜けられましょう。助かった。私らはあなた様の味方です。津島まで来たのに物見ばかり。もうこの道には行かぬ。志村殿は用意。暴れ回ってます。戦は続くのか。クロードのおかげでしばらく終わりそうもないな。よく働いていらっしゃるではないか。幾幕下の百姓武士の生き残り。恥知らずの身を集めて小さな味方でここまで仕掛けて殿が逃げたぞ。清水にまで探すのだ。逃がすな。我らも探しましょうか。見つかったか。下へ逃げられる。お主ら馬に乗れ。残りの者は門を固めよ。よし、落ち着いてくれ。いかにして逃げてもらえれば。さあ、よみ
切れず進まなかった。神木で待っておると聞いたが、武具はない。身を潜めて進もところに集められたのか。血だ。傷はないが。ここにも人が。なぜ死んだ。の周りに血も。この匂い、トリカブトだ。猛虎も毒の作り方を学んだ。これが因果応報か。ムーコース、バルタルディ。毒を食らったか。吹雪に紛れれば。その声、ユナ、
お主か。目を覚まさないかと思った。生きておるとは。もうこの毒矢を食らってしまった。誰が教えたの？わからねえ。だが作り方を知られたようだ。奴ら金の連中で試したんだ。あの村が焼かれる前、血だまりの中で死んでる家族を見た。始末をつける手は一つ、ハーンを撃つことだ。あいつは海岸の砦に兵を集めてる。泉の港だ。その近くに野営を敷きたい。調べてみるよ。兵具はつづらの中。支度ができたら矢倉に来て。ユナと話そう。いい隠れ家を見つけた。櫓から山の方を見て。隠れ家、山の近くか。城覚寺の仏塔、寺は壁に囲まれ、その上ハーンの砦にも近いな。そうことは優しくないよ。今は猛虎のものだ。取り返せばよい。馬屋に行こうか。お前はどうしたの？逃亡の折、追っ手の矢を受けて影は死んだ。気の毒に。今は新しい子で我慢して。あれは金の民か。さあね、今はルミンだらけだから。叔父上と共に猛虎を追い詰めておれば。なんであの時降伏したの？お主を凶賊として差し出すことなどできなかった。もう憎まれてるけどね。それに降伏しなければハーンに逃げ切られていたはず。叔父上は俺を守りたかったのだろうがな。なんであろうと志村様はバカだ。家督を継がせたいという思いを打ち壊してしまった。正しきをなすためだろう。それが吉と出るかは分からぬ。幾度も証明してきたよ。ハーンを殺して猛虎を追い返せば志村様は許してくれるかな。幼い頃からおじうえは父であり師であり世の全てだった。投げかせたくはなかった。いつか和解できればと願う。いずれにせよ許されたとて俺は変わらん。私のせいだと思われてる。俺が選んだ道だ。いかなる始末になろうと悔いはない。たとえ罪人と呼ばれようとも。城覚寺は近いぞ。湖に宿営がある。そこから寺の様子がわかるよ。馬を降りろ。歩いて行く。ここの森深いね。隠れやすい。
我々にも猛虎にもな。じゃあ開けた地を越えて寺に近づかなきゃ。つまり湖か。捕虜がおるぞ。あれじゃ凍え死ぬ。助けよう。まず宿営、次に寺を制す。のろし術。あれで敵襲を知らせるのか。Va a estar la...Hey, Harbo. Che you are, sir. The moon base tarsla. Here you, Yasim Bey. To Larry Jack. Beat. Hold on, turn the gozi. Negium Harsinta. In her ass, Harbo. ここで死ぬかと思いました。動けるな。すべて助けたね。寺はここより守りが固い。焦りは禁物。じゃあ物見と行こうか。物見役の旧兵。見つかったら狙い撃たれる。ならば誘い出せばよい。え？のろし術を打ち上げ、おびき寄せて一網打尽にする。火薬の樽があるぞ。使わせてもらおう。待っておれ。のろしをあげる。気を引ける。では戻るか。あいつら氷の上に来た。始末する。
慎重に策を練らねばな。あの滝凍ってる。あそこを登れば裏に回れるね。行くよ。隊長と歩兵か。長を殺せば兵は散る。下人として死ぬかと思いました。もう終わったぞ。飢えた者と傷ついた者、猛虎もいないし壁も頑丈。ここなら安全だ。ジン、志村様のこと気になる？俺が望んだことだ。ハーンは叔父上との戦で武士勢を破る術を知った。だが我らを防ぐ術は知らん。鷹の敵取ってやろう。皆の敵だ。お目にかかれるなんて、どうかご無事で。弓を見て差し上げましょうか。天下無双の弓ですよ。恐れながら私ではこれ以上鍛えられません。この弓で小田の浜で猛虎がお侍に勝てたのは、太刀の切れ味を鮮やかにいたしましょう。酒井様、十分な素材をお持ちください。様に何をしたと思って。手に入りにくいものが揃ってます。ジン、こっちだ。お頼みを聞いてください。猛虎が我が師匠を捕らえて、コトゥンハーンのために鎧をあつらえさせたのです。島を踏みにじるだけではなく、技術まで盗もうというのか。師匠は鎧を作り終えると、隙を見て逃げました。
藩の鎧を持って。その行き先は？二つの部位をそれぞれ違う村に隠したと本人から聞いております。他の部位は？もうこの手中に隠し終える前に見つかったのか。師匠は残りの在りかを白状することを拒み殺されてしまいました。鎧を全て見つけ師匠の仇を討とう。あなた様が来てくだされば師匠も浮かばれます。鎧を揃えていただければお体に合うよう私が直しましょう。Stop!
そう。Thank you.
ません。腹くんまい。Ergnas derbeci. Thank you.
相手だ。やっせ、めくちゃの早い。待たせてしまったな。猛虎は志村様のお城を乗っ取ったからあんな目に遭うのです。ネギオン、祈りが通じたようです。もう安全だ。赤島のクス氏が襲われたぞ。Ah!
逃がしてやる。俺はなんて果報者だ。道中気をつけよ。今夜は飯なしだ。忘れません。行け、達者でな。
Heaven bear.待たせてしまったな。 お侍、お会いしたのも何かの縁。 この鎧は猛虎に追われた職人から託されたものです。 では俺がハーンの代わりに預かっておくとしよう。 よくぞ守ってくれた。 当然のことです。 Lift the gate! Lift the gate!
となりつけ。姫。Negumbel. Whoa!
Don't jump!
エンドシュ！
逃してやる。家族が皆殺しにされました。気の毒に。どこで襲われた？四つ辻です。通る者は捕らえられ、下人にならない弱い者は切り捨てられました。俺が仇を討とう。家族を弔ってやれ。待たせてしまったな。やっと自由だ。道中気をつけよ。苦しみはいつか消えるって坊主は言ってたけど、あれは嘘だ。安全なところへ。抜かるでないぞ。毒で殺して何が悪いんだ。
待たせてしまったな。このことは生涯忘れません。道中気をつけよ。逃がしてやる。お侍様、助かりました。わしらはこの鎧を守るよう頼まれたのですが、あなたにお預けするべきですな。それはハーンが作らせた鎧だ。さようでしたか。もうこの手に渡らずよかった。これで全て揃ったな。あの弟子の元に戻るか。
佐護の街道で恐ろしい光景を目にしてしまいました。また猛虎が民を虐げておったのだな。あれはひどいものでした。あいつらは父親が見ている前でその息子の亡骸を木に吊るしたんです。父親の叫び声が耳から離れません。それは捨ておくわけにはいかんな。良い弓に勝る武具はございません。この前あの煙を追ってみた。何か見つけた？いかがです、鎧は見つかりましたか？猛虎の手に渡ることは二度とない。師匠の仇は取ったぞ。これで師匠の鎧をめぐって傷つく者は現れないのですね。ですがあと一度だけでも教えを受けたかった。お主が教えればよい。そうですね、わしも弟子を取り師匠の技が後の世まで受け継がれるようにいたします。叔父上が見たら何と言われるだろうな。